してほしいから、涙がこぼれる、優しくされたくて心が傷つく。もしも悲しい気持ちわかるなら、愛せるはずさ。みんな自分が一人大事だから、冷めてる瞳、嘘をつかないで、辛いなら泣けばいいのさ。心を開き分かり合えたら、友達になれるさ。レッツゴーヤングという番組が始まるんですけれども、そこでまあレギュラー司会として、フォーリーブスが出るんですけれども、そこの弟分としてリトルリーブスという3人組を組まされて、実は僕グッバイっていうものに対してすっごいこだわりがあって、もうなんだろう、グッバイで全部自分の青春を捧げたぐらいの思いが強くて、ソロになった時にそのグッバイには負けたくないっていう意識がすっごい強くて、で自分も含めたあの4人に負けたくないっていう意識がすごく強かったんですね。もしかしたらソロを始めた時と同じ思いで今いるかもしれないです。20年間のいろんな経験はしてますけれども、気持ちとしてはあの時20年前にソロ活動を始めた時と同じ思いで今スタートラインに立ってるんじゃないかなって思います。